丈夫なんで、直樹に久々に話してみたいなと思います。直樹、僕は君がいなくなっていろいろなものをもらいました。今日来てくれた直樹フレンズのメンバー、自分のもともとの仲間、友達、先輩もいましたけど、直樹が倒れるまでこんなにみんなと仲良く深く話したことはなかった。でも直樹がいなくなったことによって新しいつながりをプレゼントされました。直樹は、やす、お前の実績じゃご飯食っていけないから俺が食わしてやるよって言ってたけど、そんな必要はない、はっきり言ってなかった。君がいてくれればそれでよかった。でもいなくなってしまった直樹のことをいつまでも悲しんでるんではなくて、今日この日をもって君を悲しむことはやめようと思います。これから松田直樹という一人の人間を自分なりに背負って、新しい仲間と新しい出会いを求め、一歩一歩進んでいこうと思います。直樹、みんなをこの多くのサポーターと仲間を見守ってください。直樹、また選手、スタッフの皆さんが一条で写真撮影を行います。ピッチの真ん中へ、スタッフの皆さんもお集まりください。